鏡直してくる。いらない。あ、あれがいるんだ。こっちが。こっちのちっちゃいポーチ置いといていい。こんばんは。こんばんは。ついにバランスボールを買ってしまう。バランスボール？バランスボールうちも前あったけどもう今ないや。いや前もうないね確か。うん。気づいたらなくなってた。なんでかわかんないけど。なんで買ったのかもわかんない。なんで買ったのかわかんないけど。なんで買ったんだろうバランスボール。わかんない。誰かが買ってきて、なんか家にあってみたいな。気づいたらあった。なんで買ったのか知らない。いや自分が買ったわけじゃない。誰かが買った。家族の。なんで買ったか知らないけど。どこでお洋服買ってますか？お洋服着てる服多いのあれかな。メリージェニーが多いかも。でも結構割と可愛いと思ったらなんかそんなここのブランドでしか買わないみたいな特にない。バランスボールっていやバランスボール今ないもん。いやだよわざわざ買うのいらないもん。いらない。くれましょうか。いや大丈夫です。いらないです。いらないやんないけど。いやバランスボールいらないよ。まあ家にあったけどなんか誰もそのさバランスボール体感みたいな着てるやつね。そのために使ってたんじゃないよ。なんかなんていう遊んでたバランスボールでみんな。もう座ってるだけみたいなその上に。普通に足つけて。ロでバルの練習できないでしょ。でかすぎでしょ。バランスボールでかすぎる。久しぶりにやってやった。あ、なんか落ちた。大丈夫か。さっきじゃないな、夕方1回だけすぐやめちゃったなんか眠くてすぐやめた。こいつ飛び越えて沖縄来ました。沖縄いいね。沖縄私も行きたいな。沖縄なんか観光で行きたい。普通に1回だけ行ったことあるけど、めっちゃ前の総選挙の時、台風で中止になっちゃったんだよね。天気がめっちゃ悪くてどこにも行けなかったし、その観光みたいなめっちゃ綺麗な海見てとかもなかったしちょっと荒れてる海見てみたいな。綺麗だったけどちょっと曇ってたからな、風強くってみたいな。なんか本当に何にもしてない。お土産買ったぐらいだから、帰りにさ空港かなでお土産買ったぐらいで何もしてないから、行きたいな、いつか。韓国ドラマ私全く見ないんですよね。わかんない。見たのイカゲームぐらいあと全く見ないから分かんないよ。ゴールド上がってない。全然やってない。今シルバーどこだっけ。4? シルバー4。全然やってない。やばい、やんなきゃ。あげたいのに。イカゲーム、そうめっちゃ流行ったじゃん。あの時にたまたま入ってたから、ネットフリックスに見たけど、それ以外見てない。もうネットフリックス入ってないし。なんか流行ってるし見てみようかなと思ってやっただけ、見ただけ。その時はなんか韓国のドラマってさネットフリックスにいっぱいあるイメージ。私入ってるのアマプラだから、アマプラあんまないよね。あんのかな。アマプラではあんま見ないけど、韓国ドラマ見ないんだよな普段。全然見ないから。今はアマプラだけ。アマプラも時々アニメ見るぐらいしか見ない見ない。今スプラトゥーンみたいなのだと思ってた。あ、全然違うよ。スプラトゥーンそんなちょっと可愛い感じじゃない。全然可愛くないなイカゲーム全然違う。ノガールのシフグラビアって私物なの。服が私服がってこと。あ、私服ですよ。自分の服全部。新大久保よく来ますか。新大久保は前はね、よくっていうかたまに行ってた。最近全く行ってない。よくは行ってなかったけど、前もたまに行くぐらいだったかな。その韓国料理食べたくなったら行くぐらいだったけど、そのさチーズキンパとか流行ってた時、めっちゃ流行ってた時に食べに行ったりとかしてたけど、たまに。それ以外は最近行ってないな。全く行ってないや新大久保。韓国料理も食べ行ってない最近。と本当の私服、あの私服グラビアは韓国のコスメとかかな。韓国コスメでも私服行かなくても買えるからな別にそういうコスメって結構普通にドラッグストアとかネットでも買えちゃうし。あ、そうだ、グロス買わなきゃなんだった。今思い出した。ネットで買おうと思ってたのにグロス忘れてた。買おう。西遊びに来てください。行ったことないな私あんま行ったことない。東京タワー行ったことないや。東京タワーもいやスカイ、あ、東京タワーはなくて、スカイツリーはあれだ、登ったことはないけど、スカイツリーのさところにあるカフェがエベとコラボしてて、コラボカフェがあって、それに行ったかな。でも登ってはない。スカイツリー、そう、空町別に登ってはないけど、めっちゃ近くまで行ったでも登ってはない。なんか有名なとこしか行ったことない。東京は他何があるか分かんないかんとこ。スカイツリーの中にはないね、そのカフェ。ちょっと違う。なんかスカイツリーの近くの施設、いろんななんかお店が入ってるところあって、そこにある。横浜はね、1階、何階だろう、1、2階、なんか中華街とか行ったことあるわ。中華街1階だけか。じゃあ1階か中華街また行きたいな。焼き小籠包食べたい。最近アニメ見てない。全然見てない。川越行ったことない。行ったことないや。最近あんまそう、なんかそういう観光地みたいなとこあんま行ってないからな。なんてそんなとことある。それはさすがにあるでしょそれはさすがにあるでしょ東京行ってさ、東京来たことあって山手線乗ったことないってすごくない？無理じゃない？絶対使うでしょさすがにあるでしょ。いるのかな、東京何回か行ったことあるけど山手線を使ったことないみたいな人いなさそう車。いやでも絶対使ったことあるでしょ本当に電車使わないとじゃないと無理じゃない。エクソシスト落とさない。続き読んでない。漫画読んでないよ全然。ジャンプラ読まなきゃ。でも携帯のさデータがあれ変わったから、もしかしたらあれかも。自分で何話まで読んだか探さないといけないかもしれない。めんどくさいな。富田に地下鉄ないですよ。そんなものないです。大分に地下鉄なんてないです。最初から見な、いや最初から見直すのはね絶対にしたくない。めんどくさいもん嫌だ、絶対に嫌。いや覚えてなくって数は見直すとかならいいけど、1からはめんどくさいな。いや本当には船がある。船はある。え船、うん、愛媛とか出てるね。大阪、買いたいものは買えたの？え、なんか言ってたっけ、買うみたいな、なんか言ってたっけ。私なんか言ってたっけ、なんか買うみたいな、ないんだけど記憶が。なんかあったっけ。わかんないな。ケープなくなったから一応買っといたけど、でも言ったっけ爪のやつ、それだいぶ前じゃない？それだいぶ前だよ。もう普通に買ったし、マスカラもだいぶ前だね。買ったっていうのも結構言ったけどマスカラだいぶ前だね、言ったの。え、1週間ぐらい前じゃない？買ったの相当前だよ。昨日別に何も言ってないと思う。なんか買わないといけないものなかったし、最近。ケープ買った？今日買ってきた。いやペヤングは別にいらない。いや私ペヤングより UFO 派なんだよな別にヘアオイル、いやヘアオイルはねもともと予備がある、もう買ってある、なくなっても大丈夫。あ、昨日髪の毛大丈夫だった？普通に全然取れなかった。やっぱあの黒いケープやばいね、めっちゃカッチカチになっちゃったけど思ってくれるわ、さすがだわ。買ったのは紫だけどさ、新しく買ったのは。いや黒いいけどちょっと固まりすぎちゃうんだよな。普通にコンサートとかだったらいいけど、普段であれ使うとちょっと、しかもこっちの髪はちょっと前髪だったらいいか、固まりすぎちゃう。普段使ってるのは紫の、コンサートとかの時はその衣装じゃないわ、間違えた、メイクさんに変えたりするのは黒の方だけど。今お腹空いてないよ、さっきご飯食べた。うん配信久し、あ、確かに何日かぶりかもしれない最近できてなかったから。でも明日はちょっと早めにやるかも。夜にはできると思うけど、明日早く寝なきゃなんだよね。明後日がめちゃくちゃ早いから、普通に多分暗い時間に出なきゃいけないぐらい早いから日が昇る前に出なきゃいけないから、明後日、明日はちょっと早めにやろうかなと思ってるけど、明日早く寝ないとやばいわ、時間がね。ペペのフェス、あ、イベント、そう行ってきた。おとといか、あ、そう、おととい行った。今日はエペ、あとでちょっとしようかな、配信終わって。本当に全然やってないんだよな。ちょっと RP だけ見よう。今日ちょっと久しぶりに1回だけあった。1回だけもうすぐやめちゃった。ドリームチ、あ、そうそう、ドリームチエペのイベントね。グッズは何も買ってない。グッズはコスプレイヤーさんめっちゃすごかったよ。可愛かったみんな。ローガとかレースの方とワットソンの方めっちゃ可愛かった。レイジの時にさ写真だけ見てて可愛くって、ワットソンの方ね一緒に撮りたかったんだけどさ、写真タイミング合わなくて撮れなかったんだよね。レースの方は撮れたよ。後で載せるわ。明日。ちょっと今日はもう遅いから明日載せる。シルバー4であとシルバースにはあと404。頑張ればもらえるかな。頑張ればいけるかな。すごい。あ、レベルがあともうちょっとで100にいきそう。あともうちょっとで100だ。今99だ。でもからあともうちょいだわ。あとでやろう。バトルバスか。バトルバス全然進んでないや。6だ。110まで行きたいな。行ったことないんだよねこれ全部。これさ前さなんだっけエーペックスでようこそのやつ、投げ物でダメージを与える。この間これすぐねクリアできたよ。なんだっけテルミットあれでダメージ。でもこのさ 100m 以上離れた位置からキルを1回達成する。これがまだできてない。達成したい。やっぱチャラかな、チャラいかな、チャラい。本当か。あとでやろう。どうしようかな。フューズ持ってないよ私。持ってない。やっぱりコントローラー、あ、そうコントローラーパッドですね。レベルとランクの違い。レベルはさあれだよ、よくあるようなさレベルよく言うようなやつ。ランクはこのランク戦っていうのがあって、ランクリーグがあって、このランクリーグで戦ってポイントをどんどん稼いでいって、そのポイントに応じたランク分けがあるの。全然違う。キーボードコントローラー、エペで言ったらコントローラーじゃないの。エムアシストがやっぱ強いんじゃない。でもなんか微妙なところではあるけど、キーマはキャラコンがあるからね。ああ難しいところではあるけど、エムアシスト強いって言うしな。エペわかんない。私そんなうまくないからバトン使いとしない。それはそうそれはそうだよ。それはどのゲームだよそんなこと言ったらそれはそう使いとしない。それはそうだよあ、ネメシスはね強いね。確かにあれね、確かにすぐ弱体が入りそう。あの武器はやばい、強すぎる。ネメシスよね。ダメージめっちゃ出るもんこれ。あとでそれはあとで。キーボードで反応速度違うという人。いやわかんないな、私いろんなキーボード使ったことないからわかんない。私そもそもキーボードゲームしない。エペしかやってないんだよね普段。キーマの練習もしたいんだけどいつもエペやっちゃうんだよな。いや寒くないよ、暖房ついてる。ゴリラクも10個ありがとうございます。ありがとうみんな、ありがとうゴリラクマ、嬉しい。投げるの忘れてました。ください。コリラクマ集めてるんで。何ポイントだったっけな、ちょっと見ないと分かんない。そんな覚えてないや。20とかじゃない？ 20 万。いつもそんな感じだよね。一緒じゃないかな、いつもと。違った、30だわ。30万ポイント。飽きないな、まだ。いつかは飽きそうだけどまだ飽きてない。うん、まだ大丈夫だわ。いつか飽きそうフルネームだろうか。何がアバターに入る名前？フルネームじゃない？メンバー名。フルネームだと思う。多分。クマは白と茶のどちらがさ、あ、これリラックマは白い方です。白い方がいい。可愛いけどね、リラックマも茶色いクマのも可愛いけど。ブラックマシラホそう白いやつでピンクのリボンついてるのがゴリラクマ白いクマゴリラクマ何言ってんのリラックマだよそんなのいないよいないよそんな名前のキャラクターいませんリラックマとかリラックマと黄色い鳥黄色い鳥だけそのまんまだよね黄色い鳥黄色い鳥も可愛いけど集めてるのはゴリラクマ白いやつね黄色い鳥だけまんまだよね名前がそのまんまって感じ可愛いけどこのさ、黄色い鳥が持ってるこの銃って何これ銃って書いてるやつ丸いやつこれ何なんだろうこれなんだろうね名前ないや名前が黄色い鳥なんだよね名前が黄色い鳥うんリラックマ、これリラックマ、黄色い鳥ありがとうみんなたくさんこれリラックマかわいいあれかあの系行ったやつレクタン初めて行っためっちゃ広かった全然あれだけど私たちが撮影したところロケやったところなんだっけあれあそこしか行ってないけどスポーツできるところしか、他のお店とか全然行ってないけど広かった、初めて行った。全然見てないからあれだけど、そこの施設の中そのなんだっけ、スポーツできるところの階をちょっと歩いただけだから、あんまいろんなとこ見てないけど広かった。うん。全然見てないけど。初めて行ったね。ゲーム画面閉じよう。ゲーム終了。で、このままだと顔がピンクになるからシャツ出して。自由時間なかったね。うん、特にそんなね時間なかったからね、あの撮影無理だね。自由時間とかどっか買い物行ける時間とかないない、そんなの。モニター消した。うん、消せた。顔がピンクになるんだよな。デスクトップの背景さ、コギミのなんかピンクのやつにしてて、それが顔にこう顔がピンクになる。顔に反射して、なんかちょっとデスクトップの画面で可愛いけどつけたままで入れない、配信の時は顔ピンクになっちゃう。終わりに近づいてて嬉しい。でも冬が終わるってことは暑くなるんだよ。やだよそれでそっちの方が嫌、暑くなる方が嫌。夏嫌い。これから暑くなるのかって感じ。夏が嫌い、一番嫌い季節の中で苦手。暑いのがな無理なんだよね嫌だな暑いの。まだ寒い方がいい。寒いのはさ着込めばいいじゃん。でも暑いのはさ、そう、このいくら薄着するって言っても限度があるじゃん。もう限界があるじゃん寒かったらめっちゃ着込んで、ヒットテックとかめっちゃ着て、極暖とか着てカイロ持ってとかできるじゃん、いろいろ。暑いのはな限界があるからな、その服の調整あ、虫いるのも嫌だな、確かに。虫も嫌だ、虫もいるしね。夏のちょっと暗くなってから歩きたくない外下に虫歩いてるかもじゃん。見えないじゃん暗くなったら。お店の薬買ってないよ。そこまでだから買ってない。春は好き。春、そんなに暑くないね、春だったらまだ長袖着れるぐらいの気温がいい。長袖着るぐらいの気温だけど上着はいらないかなっていうぐらいのあったかさ、寒さ、あったかさが一番良くない？半袖だけど涼しいは暑いもんだってだから長袖着てぐらいの、長袖着るけど上着は着なくていいぐらいのあったかさ、それが一番いい。夏は嫌ですね。夏来るの嫌だな。確かに夏 PC 起動させるの怖いわいやまださ、これ買って1年経ってなくて PC10 月に買ったから、もうそのぐらいにはさちょっと涼しくなってたから、どのぐらい暑くなるか怖い暖房じゃないわ、冷房つけてもうあったかくなっちゃいそう。怖いな。結構 PC であったかくなるからね、部屋が。PC と暖房つけてたら暑くなっちゃうから PC だけつけたりとかする時もあるぐらい結構あったかくなる PC の熱。怖いなもうただでさえ夏暑いから好きじゃないのに部屋の中まで暑くなるのは嫌だな。PC 結構あったかくなるよ。うん、ゲームしかやってなくってこのあったかさだから、もしこれプラスで配信とかしたらもっとあったかくなると思ういや考えたくないわ、夏が来るの夏はかき氷があります。かき氷はもう好きじゃないんだよ私もう好きじゃない。かき氷あっても多分食べないもう好きじゃないからな。うん、ソフトクリーム、あーアイスクリームは好き。うん、シャーベット系のアイスが好きじゃない。氷、かき氷とかシャーベットのやつ、何があるかな。もう食べない。ガリガリ君とかああいうやつもう好きじゃない。アイスクリームがいい。暑いの嫌だよ、一番嫌だな。寒いか暑いかって言われたら絶対寒い方がいい。食感が苦手。いや氷食べてるって感じがそんな好きじゃないいやアイスクリームの方がよくない？氷食べてるじゃん。そこまで。でもあれは気になる。なんかさこうふわふわのかき氷あるじゃん。なんかソースもさもう果肉とかがゴロゴロ入ってるような、フルーツの果肉とかゴロゴロ入ってるようなやつ、あれはね食べたことなくて、あれはちょっと気になる。めっちゃ前に、ほんと何年か前だけど、最近とかじゃなくて何年か前にひなこがそれ食べて、流行ってる時にめっちゃ台湾かき氷かな、なんかめっちゃ流行ってる時に食べてて、ひなこがねそれでおすすめしてくれて、めっちゃ美味しかったんだよ今度行こうって言ってから行ってないずっと行ってないそれはねちょっと気になる、ふわふわなやつ。あれ食べてみたいけど、なんか夏祭りとかさ、ああいうお祭りのさ屋台で売ってるようなああいうかき氷あんま好きじゃないんだよな、基本食べないだから。氷がミルクのやつ、え、わかんないわかんないけど、でも見た目がちょっとおしゃれなやつふわふわなやつ、ちょっと気になる。でもまだ食べたことないんだよねそういうの、なんかかき氷専門店みたいなやつあるじゃん、すごいよねかき氷専門店って、すごいなと。かき氷の人気、コミで売ってるふわふわのかき氷見たことないけど私でもお店の方が食べたいなコンビニより。きなこと約束したからいつか行くわ本当に4年ぐらい前に約束したやつ、3,4 年前、4年前かな、ちょっと忘れちゃっためっちゃ前に約束したやつ。ひなこの携帯のメモにさ、そのなんか2人でご飯行きたいとこリストみたいなやつがあって、それにいっぱい書いてあるのよ。そこに多分かき氷もきっと残ってるはず、見ればひなこのそのメモのデータが消えてなければ残ってるはず。ひなこの携帯にねメモってあるの私のじゃなくてひなこの携帯に。私の携帯にはメモない。だからそう、今度でももうちょっとあったかくなったらかな。寒いな今かき氷って寒くない？なんかそこの店年中売ってそうなお店だけど、かき氷もうちょっとあったかくなったからだな。ちょっとまだ寒いよね、だってまだ早いわ。もうちょっと暖かくなるの嫌だけど、もうちょっと暖かくなったらひなこが言ってたところついてってもらおうかな。確かに冬のアイスもいいね、あったかい部屋で食べるアイスラムレーズン無理だな、レーズンが好きじゃないラムは好きだけどレーズンそうレーズンだな。ドライフルーツ基本どれもあんま好きじゃない。雪見大福好きだよ。雪見大福だってアイスクリームじゃん、あれシャベットじゃないだよね、アイスクリームだよ。ラムってね、ラムはラム酒の香りはねすごい好きなんだよね。お菓子とかにさ使われてるじゃん、カヌレとか何か生チョコとか入ってたりするかな。ラム酒の香りはすごい好きだけど焼き菓子によく入ってるね、焼き菓子。でもレーズン無理なんだよね、ラムの風味だけだったらレーズン抜き合わないでもラム酒の香りってさ好み分かれるからね、好きな人と嫌いな人結構いる。ラムあんま聞いてるの好きじゃないって人もいるし、ガリガリ君のプリンも美味しかった。でもガリガリ君私苦手なんだよ、シャーベットがあんま好きじゃない私あんま好きじゃないんだよ。次が大丈夫ね。ラム酒はね、お菓子に使うときはあれだね、別になんかめっちゃ大量に入れない限り大丈夫。風味付けだからね、ただの。別にラム酒ってそのお酒として飲んだことあるわけじゃない、そのただのお菓子の風味付けでしか使ったことない。お菓子用のやつしか。何が好きって言うと分かんない、普通に売ってるやつ、お菓子用のやつお菓子用のラム酒をそう使ったことあるだけ。お菓子用のやつだからな、お菓子用のラムダークしか使ったことない。普通に飲む用のやつじゃなくてお菓子用のやつ。バターサンドね、それね、そう美味しいんで、美味しいけどレーズン入ってるんだよなレーズン入ってるんだよ、レーズンあんま好きじゃない。キッチンドランカー逆、何それ、それ何？昔のやつはね、この買えると思うけどな、飲む用じゃないから。でも自分で買ったことない、お母さん買ってきてくれてた、いつも。さすがに普通にお酒で売ってるやつは買えないけど、お菓子だったら買えるんじゃない？わかんない自分で買ったことないんですけどほんとちっちゃい瓶に入ってるんだ、お菓子はな。それいつも使ってて、同じやつを。ケーキにケーキスポンジ？スポンジケーキ、スポンジケーキには入れないかな。カヌレとか、私が作るやつだったらカヌレとか生チョコに入れる。ケーキには入れない、スポンジの部分には入れないですね。コーヒー塗るの美味しいよ、普通に家で作るとき。ティラミスとかさ、スポンジコーヒーの染み込んでる感じじゃん、あんな感じで美味しい。ちょっと違うけどねティラミスはちょっと違うけど、クリームとかもチーズ、クリームチーズが入ってたりして、ちょっとその生クリームじゃないし、そのクリーム自体がちょっと違うけど美味しい。普通に家でショートケーキ作る時とかにスポンジにコーヒー染み込ませるの美味しい。ちょっとね、インスタントコーヒーあるじゃん、粉、あれちょっと濃いめに溶かして塗るのが美味しいんだよね。ティラミスでも簡単なやつしか作ったことない。ちゃんとスポンジ入れてとかやってない。クッキーで代用、スポンジじゃなくてビスケット、クッキー、ちょっとわかんないけどそれでそれのやつしか作ったことない。ちゃんとスポンジでやったことはないですラムが入ってるのはあるね、ある。生チョコ作るときラム入れる、ラム酒入れる。人によるけど私は入れる、私は入ってた方が美味しいと思うから入れる。苦手な人もいるからな、ラム酒の風味が。ブランデーはあんま使わないな、ラム酒だな。うん、持ってないブランデーあったかな、それ使ってなくって分かんない。基本ラム酒、風味付けするときはラム酒かバニラエッセンスかバニラオイル、どれかですかね。もうちょこかな、なんかレシピブランデーって書いてあるやつも普通にラム酒入れちゃうな。ラム酒の風味の方が好きだからもうちょこ、うん、レシピ入ってなくっても入れるその作り方のレシピに、生チョコのレシピにラム酒が入ってなくっても入れる付け加える、勝手に入れちゃう。日本酒、日本酒使ったことない、お菓子に。私ね、お父さん食べたらよ、いやよ、生チョコぐらいじゃ言わない。お菓子用のやつは大丈夫。気づいたらつまみ食いしてるもん。バレンタインの時毎年作ってたんだよ、生チョコを友達にあげるように。ほんと大量生産してて妹みんな同じやつあげるから、生チョコとブラウニー毎年作ってて、この2つを大量生産しててさ、余ったやつ勝手に食べてた。だって私も 妹2人いるから、その3人分、その3人が渡す分作るってなったらもう結構な量なんだよね。 それを作ってたから、うん、結構作ってた。バレンタイン作った前日とかはもう冷蔵庫がそのラッピングされたチョコでいっぱいみたいなめっちゃ詰め込んでるみたいな状態。今年作ってないね、全然誰にもあげてないいやね、いや作るのあれだよ、その学生の時ぐらいまでじゃない、バレンタインとか普通に学生の時はさ、そう2月14日が平日だったら、平日じゃなくってもあれか、学校行った時に友達と交換したりとか、それのためにいっぱい作ってたけど、友達とあげて交換してみたいないっぱい作ってたけどね。もうそれがなくなったからさ、そんななくなっちゃったから、もう学生じゃないから作んなくなっちゃった。妹も作る、3人で作る、3人で。私も作ってた時はね、今は多分2人で作ってる作ってないもん別に作ったところでねあげないからな、別に。友チョコとか、友チョコがさっき言ったやつよ、その友達と交換するが友チョコでしょ。友達もチョコ作ってきてみたいな、あるあるじゃないこれは。結構普通にちょっと多めに作っといてみたいなもう配ってもあるのよ、であげてお返しでもらうみたいな、交換みたいな感じで、結構あるあるだと思うけどな。ちょっと多めに持ってくいつも。したくなる、いや別に私があげるわけじゃないから別に、うん、いいかな。そう、交換あるあるだと思う。バレンタインで友チョコで交換するっていうの結構やってた。でも学生のうちだけだね、そんなのあるの。なくなった。もう高校生までだよ、そんなあんの。先生にあげた、あ、先生にあげたりもしてたね。バレンタインしてた。小学生の時にさ、担任の先生が男の人だったんだけど、私の方だったんだけど、その先生なんか面白くって、バレンタインクラスにさ作ってきてさそうみんなにあげてたすごいなんか袋にいっぱいお菓子、何作ってきてくれたっけな、クッキーかな、なんか忘れちゃった、クッキーだったかな。小学生の時の担任の先生がみんな一人一個、そのクッキー一個とかそう一個ずつみんなもらって帰ってた。もらってもその前に食べてみたいなちょっと変わった先生もいたけど懐かしい。手渡しかすごい。手渡し、何が先生作ったやつ？なんかね、違う、なんか先生が作って袋になんていうの？ビニールの透明の袋にクッキーがたくさん入ってて、それを教託のとこでこう持ってて、先生がみんな列になって一個ずつもらっていくのやってた。そんなあった。懐かしいね。小学生とか中学生の頃ってさ、食べ物持っていっちゃダメだったからさ、学校にみんな持ってきてるけど、バレンタインの時先生を見て見ぬふりって感じだけど、もうこっそり渡したりしてたのが懐かしい。友達と先生にバレないようにこっそり交換してた放課後とかに。高校とかは別に持って行ってよかったから普通にあげてたけど、小学校中学生の頃はダメだったから食べ物持ってくの恥ずかしいな。休み時間とか放課後とかにさ、先生がいない間に友達とこっそり交換してた懐かしい。先生に怒られたこと、先生に怒られたこと普通にあるよ。普通にあるある、全然ある。いないでしょ、怒られたことない人とか。いない、ありますよ早めにしたことないしたことない。いたけどね、休み時間に食べてる子いて、あ、すごいって思ってたけどクラスの子食べてる子はいたけどしたことないな。やべ、いバレンタイン。もう今全然関係ないけどもう普通の2月14日って感じ。何もあ、バレンタインだって感じじゃない。何もないですけど、作って友達と交換とかもないしな。もう作ることをやめてしまった作りたくなった時にたまじゃない、時々作ったりするけど、お菓子あるんだよね、時々作りたくなる時は。時々そういう時ぐらいかな、作るの。テレマス1回作ったことあるよ。2回か、1回配信で1回作ったことある。スポンジ入れる本格的なティラミスのやつは作ったことないけど、中にクッキー敷き詰める、スポンジの代わりにクッキー、ティラミスは何回かある、2回あるから。もう11時20分か、早い。ティラミス美味しいよね。ティラミス好き、私。コストコのティラミスが好きなんだけどさ、量が多くてすごいよね、あれ。食べるの大変。6人家族で食べるの大変毎日食べてやっとなくなる感じ。めっちゃでかい、コストコ。コストコのティラミスのね、スポンジの部分がめっちゃ好きなんだよねコストコのあれね、スポンジがめっちゃ美味しい。クリームとかよりスポンジが好きコストコのティラミスはスポンジが美味しいでも量多くて食べるの大変だけど、ほんと毎日食べないとなくなんないめっちゃでかいよ、めっちゃでかい。でさ、ケーキって結構さ、たくさん食べるのしんどいじゃん、同じものを。違うのが何種類だかだったらそんなたくさんは無理だけど、まだ食べれそうだけどずっとティラミスをさ、結構食べるの結構大変。美味しいんだけどね、美味しいんだけど大変全然なくなんない。スポンジにコーヒー浸すとなんちゃってティラミスになる。スポンジだけじゃあれかも、ティラミスじゃないかも。クリームも大事だからね、ティラミスは。クリームコストコ買いじゃないよ。なんかさ、スーパーかな、わかんない。コストコフェアみたいな、コストコの商品が時々置いてることがあって、それでティラミスなんか食べたことある。行ったことない、コストコには会員でもないし行ったこともないないですね、ちゃんと行ったことは。行ってみたい、いつか。そう、私6人家族です。4人兄弟だから、妹弟の4人兄弟。いつか行ってみたいな、楽しそうじゃない？コストコ行ったことないんだよね。ちょっと前に熊本にできたよね。そろそろ大分できないかな福岡あるでしょ、福岡あって熊本にできて、そろそろ来ないかな、大分にも。もう隣の県がさ、どんどんできてってるから、大分にも来ないから無理かな、できないかなあれコストコ行くためだけにさ県外行くのってめんどくさくない？わざわざさ福岡とか熊本まで行くの、そのためだけに行くのちょっと嫌だ。だから行ったことないんだよね。そうなんですよね。コストコのためだけになんか結構遠出じゃん県外だったら。普通にあれのはず、その福岡とかにもあるけど、その県境にあるんじゃなくって全然違う方向だった気がする。反対みたいな。はいとバルフェスタ見る。バルフェスタは佐賀だな佐賀かなそれ大分じゃない。熊本はどこにあるか分かんないけど置いて売りではなさそう。違いそうイメージ。熊本なんかできたっていう情報しか知らないから、どこにあるか知らない。熊本のどこにコストコができたのか知らない全然熊本にできたっていうのしか知らない。イメージ近くなさそう真ん中のちょっと東北ぐらいってことはあんま、あ、東北や北東か、間違えた。一番間違え、ちょっと北東どうなんだろう、わかんない、場所わかんない熊本のちょっと北東がどこらんかもわかんないけど、あんま近くはなさそうこれと逆が、あ、逆深夜に放送されてるね全然月曜9時じゃない。月曜9時見逃すじゃん。全然大丈夫なんだよね、あるからその時間の見逃しちゃっても見れる。コストコが濃い、それはそう大分に濃い行けないかな、いつか行ってみたい。でもコストコいつかコストコないってことは行けないね。イケアの方がなんかコストコよりあんまなんかいろんなところにあるイメージがない。イケアの方が少なそうイメージね。わかんない、あの九州は。九州3店舗しかないか。でも言うてイケアないですよ大分。熊本ないんじゃない？イケアわかんない予想。熊本コストコは大分市内から変わらない2時間半遠いよ普通に。2時間半往復5時間コストコのためだけに。いやー普通に遠出だな行かないな多分。でもよっぽど行こうって気にならない限り行かないかも。あ、熊本駅あんの？知らなかった。熊本だ。九州で都会って言ったら福岡が一番だけど、その次は熊本か鹿児島かな。鹿児島もまあまあ都会のイメージある。時間半は新幹線東京から東京から新大阪って2時間半で着くの？意外と近いんだ。新幹線だからか。いいね、新幹線。新幹線取ってないからな、おいた。イケア行ったことないです、私。東京のイケアにも見たことはあるけどね、お店行ったことはない。だって新幹線通ってないね。うん。でも新幹線さ、普段あんま乗んないからさ、めっちゃ寝過ごしそうで怖いんだよね、乗った時。普段飛行機だから移動、そういう長距離の移動基本飛行機だからさ、飛行機って絶対に寝過ごすがないじゃん絶対に寝ててもさ、まずさ起きないことがあんまないんだけど、あんな衝撃があって着陸の起きないことないけどもしさ寝ちゃってたとしても、その着陸した後に移動でさ、この降りるとこまでまた移動するじゃん、着陸して。その間もし寝ちゃったとしても絶対に起こされるじゃん。ないけど、起こされたことないけど、絶対に起こされるからさ、飛行機は寝過ごすみたいなないけど、新幹線はそれがあるから怖いんだよな。そう、新幹線寝過ごすめっちゃ怖くない？なんか飛行機のが好き手荷物預けれるし、いつも預けるんだよね。上にさしまえるところあるけど入れない。東京は勝たない機会よりも終点で。わかんない。あ、終点かな、確か。言われてみればそんな気もするけど、でもその距離ならきっと新幹線じゃなくて飛行機使いそうじゃない？時間と値段的にも。値段ちょっと安いのかな、新幹線の方が。ちょっとしか変わんなそう。でもうん、飛行機早めに取ったら安いしね。そんなギリギリに取ると高いけど、まあでも新幹線もか。そんなこと言ったら早割りみたいなのあるよね、きっと。それ考えたらあれかな。でもどうだろう。動いたから東京行くときは 100% 飛行機がいいと思うよ新幹線使っていくっていうの絶対やめた方がいいと思う。だってまずさ、新幹線に乗るために一回福岡まで出ないといけないからね。福岡に行って、そっから乗り換えて東京だよ、新幹線で。絶対やめた方がいいよ絶対やめた方がいいです。おすすめしないです。船出てるのあれじゃない？愛媛か大阪じゃない？船も相当かかるよ。船だよそんな船すぐ着かないから、あれじゃない？半日ぐらいかかんないかな。大阪、愛媛は半日もかかんないか。でもさ、愛媛行ってもあれだよね、結局はさ飛行機、愛媛から飛行機でしょ。大阪か、大阪行って半日かけて大阪行って、そっから新幹線普通にやめた方がいいね絶対に飛行機がいいよ。だから東京に行くときは、東京ってか行って飛行機じゃなくて新幹線とか船とかで行くギリギリの距離、関西ぐらいまでじゃないの？関西、もうそれよりこう北の方に行くんだったら絶対に飛行機がいいと思う広島なら新幹線でいいと思うね。広島近い。修学旅行私関西行ったけど、京都なら大阪新幹線で行きましたね。だからそのぐらいまでだったら新幹線でいいと思うけど、それより北に行きたいんだったら絶対に飛行機がいいよ。時間かかるしね、新幹線。ビジネス席ってちょっと高いやつかな。あんま乗ったことないけど、なんか 1,2 回なんかたまたま乗っちゃったことあるけど、なんでか分かんないけど、いつも普通の席ですよ。別にどこでもいい回帰停車で1回チャレンジめっちゃ時間かかるじゃん。嫌だよ絶対に。窓側と面側どっち派？私窓側がいい。新幹線も飛行機も窓見やすいゼロ側に寝づらくない？だって隣に人いるし、隣通路だしみたいな、寝づらい。絶対に窓側がいい。じゃなくて、飛行機乗ってる時基本寝てるからな、景色見ないよ。まあ見やすいからね。もう片側人がいないってだけ見やすいじゃんだから景色見ないね、寝てる。時々寝る気なんなくって見てる時あるけど、基本寝てるやん。アイマスクしない、なんか松葉してるからあんま良くないかなみたいな。持ち歩かない。あとアイマスク持ってないや、そもそもね。夏場にって思ってるだけだけど、分かんない。実際に良くないか、別につけてもそんなに関係ない、影響ないかとかも分かんない。富士山見るの楽しみ。富士山はね、見える時と見えない時あるからね。うん、そこまで寝てるからな、基本。気づいたら通過してる。うん、リンゴジュースの、あ、機内で。いやね、寝ててもらわないことが多いんだよね。起きてる時もあるけど、起きてる時はそれ乗ってる飛行機によるけどリンゴジュースかどうか結構バラバラですね。ソラシドヤ乗った時はスープが多いかも。アゴユズスープ飲んでるかも、起きてたら。気づいたら終わってるけど、飲むのもらえる時間。ジェットコースター寝る人いないでしょ、あれ。後からでも、あ、それね、知ってるんだけど、別にそこまで、いや、めっちゃ欲しいって思う時あんまないから、いいかなみたいなうん、そこまでやるんかな。うん、知ってるよ、言ったらもらえるの。いや、もちろん。おかわり自由で、飛行機の言ったらくれる。うん、あんま行ったことないけど言ったらくれます。窓が狭いかな。狭いっけ。あんま分かんないや。でも狭さとかより見やすいからな、窓側の方が好き。隣に人がいないっていうのが一番いいかな、窓側。いつも窓側あんま。通路側と真ん中絶対に選ばないね。もう空いてなかったら仕方なく違うの選ぶけど、絶対に窓側。空弁、お弁当買って。いや、寝てるから食べない食べる時もあるけどね。お腹すいきすぎてる時は買って食べる時もあるけど、基本何も買っていかないや、寝てるから。そう、飛行機は基本寝てます。もうひどい時はもうね、ほんと眠い時は離陸する前に寝て、着陸した後に起きる飛行機が飛んでる時に起きてない時あるからね、ずっと寝てるみたいな全然ある気づいたら、あ、なんかついてるわみたいな、あるあるそれで羽田に引き返した話。それはその時はね、離陸する時はね起きてたのよ。結構夜だったんだけど、最終便かなんかで帰ってて、でも言ってたんだよね、その飛飛行機出る前にもしかしたら着かない可能性が、飛行機置いてに着陸できない可能性がありますみたいなで言う時大体着いてたから、今までそれ引き返したみたいなことなかったから。それか福岡空港に行った時もあったけど、無理で置いたら着陸できなくて福岡に降りますみたいな時もあったけど、でもついてたから大体大丈夫っしょと思って乗ってで離陸してさ、普通にいつだっけ、大分空港に着く、着いた記憶、大分空港でなんかその着陸できなくて霧がすごくってずっとね上をなんか飛んでたらしいんだけど、置いてくる記憶がないのよ、そこらへん寝てるから記憶がないんですよね。だからその前に寝ててで気づいて、気づいてじゃない、着陸するぐらいの時にパッて目が覚めてさ、窓見たらさ、なんかちょっと違う気はしたんだよね。なんかでかい気がしたのよ、空港が大分空港よりえと思って見たら羽田って書いてあったもう帰ってきた、羽田に着陸できなかったって言ってた2時間以上乗ってたと思う、普通に飛行機行って大分空港には行ってるから。まさかのもう一泊最終便だからさ、それがもう一泊。着陸できなかった場合の保証、もう覚えてないな、羽田。結構前なんだよね、それ。結構前なんだよね。何年か前だから覚えてないや。福岡に着いた時はね、なんかね交通費出してくれてたね。そう、なんかどこどこまでみたいな、何駅までみたいなのを言って、その分のお金出してくれてたけど、羽田に結婚した時ちょっと覚えてないや、見てない。覚えてないです。本当に何年か前、最近の話じゃないよ、これ。結構前。でも2回ぐらいだね。そう、あったの。今までで。ここに着いたのは最終便じゃなかったね。昼だったの？わかんない。明るい時間だった、でも。全然。最終便とかじゃなかった。ちゃんと覚えてないけど、どっちもね何年か前、結構前。覚えてないです、あんま。2回あった。なんか大体さ、着陸できない可能性がありますってなってても、大体大分空港に着陸してたのよ。だから油断してたわ。 いけるっしょと思ってたら本当に引き返してきちゃってびっくり、焦ったね、その時。まずさ起きてさ、状況が分かってないのよ、その寝てたから。なんでここいるのみたいな、戻ってきてるんだけどみたいな状況なのよ。でアナウンス聞いて、そういうことかみたいなそう、急いでマネージャーさんに電話したね。なんか引き返してきちゃったんですけどみたいなマネージャーさんもみたいな大分空港に帰れなかったみたいな何が起きたかと思った、その時。別の空港に着陸とかじゃなかったね、多分最終便だったから無理だったんだろうね、時間が、時間的に。なんか結構粘ってたらしいのよ、大分空港の上で。結構ぐるぐる回って粘ってたらしいんだけど無理だったみたい。戻ってきたのはさすがに1回だけだな。福岡空港着陸したのと、大分じゃなくて福岡行ったのと、その羽田行って大分着陸できなくてもう一回羽田に戻ってきたの1回ぐらいかな。大分空港着陸できなかったの今までで仕方ないけどね。結構あったと思うけど覚えてないな。結構あるじゃん、台風とかの重なっちゃったらあったと思うけどちょっと覚えてないやとかに行き先変更、それ行き先変更したらやばいでしょ。さすがにクレーム来そう。それしたらやばすぎでしょそれはやばいわ絶対ないでしょ。飛んでないって感じ。さすがにまた乗って羽田が帰ってきたら焦りそう。さすがにね。他の空港とか行っても、福岡空港行った時もえみたいな感じだったけどねやばいみたいな急いで親に連絡してなんか今から福岡空港行くみたいみたいなそしたら大分空港迎えに来てくれてて、それ連絡してこっちもなんかアナウンスあったわみたいなさすがに焦る。さすがにもう一回会っても焦りそう。慣れないでしょそんなの。普通に困るしな違う空港降りるとどうしようってなるなんか福岡空港行った時はね、私さ福岡にさお父さんの妹が住んでて、そこのお父さんの妹のところに違うっけ違うか佐賀に行こうとしてたのかおじいちゃんおばあちゃん家にちょっと忘れちゃった。どっちかでそう大分空港着いた後にどっちみちねちょっと佐賀か福岡どっちに行く予定だったか忘れたけど行く予定だったんだよね。だからまだ大丈夫だった。タイミングが良かったかもしれないだからその佐賀か福岡行くついでで拾ってもらってみたいな空港でじゃないわとか駅ここの駅まで来てって言われてそこの駅まで行ってみたいな。確かにタイミングが良かったかも。福岡空港着いちゃった時佐賀かな、なんか行く予定だったんだよね。 おじいちゃんおばあちゃん家に、おじいちゃんおばあちゃん家が佐賀にあって、そうだからまあタイミングが良かったかも別にその日がそのなんかおじいちゃんおばあちゃん家行かない日とかだったらやばかったけど、最初から佐賀空港いやもともと取ってもらってるやつだからね無理だね帰れないね。お仕事で取ってもらってるやつだからそうまだなんだっけ福岡空港行っちゃったけどまだ良かったかもしれないあ、55分、ありがとう。じゃあランキングを13位からランキング見ますね。あ、おいしちゃったなんか。13位としのりさんありがとうございます。12位カズさんありがとうございます。11位ゆまかこ熊本さんありがとうございます。10位だよ次。10位まるさんありがとうございます。9位ヒンメルさんありがとうございます。8位香港の春もアットマーク京香おひさんありがとうございます。次84でね。次7位バトニーさんありがとうございます。6位ウドさんありがとうございます。次5位ラボーナさんありがとうございます。4位高文アットマークアットマーク許可たむずさんありがとうございます。次3位フロマンさんありがとうございます。あ、次2位グランツアットマーク許可たむずさんありがとうございます。そして1位がヒューガナツアットマーク許可たむずさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございます。ありがとう。明日の配信はそう明日はちょっと早めの時間にします。今日よりかは夕方ぐらいにしようかな。明日はちょっとね早く寝ないと明後日がもうめっちゃ早起きなのね。なので明日はさすがに12時まではやんない。あさってめっちゃ早いの。まだ明るくなる前に出ないといけない。5時とか何起きるの？起きるの5時ちょっと遅いぐらい。4時とかかな起きるの。あさってはだからやばいんだよね。早く寝ないとしただから明日はちょっと早くショールームする。めっちゃ早いんですよ。さてちょっとあれだなあとさてショールームできるタイミングがないかもしれないんだよね。あとお仕事的にスケジュール的にまたできそうだったらするけどまあとりあえず明日は夕方ぐらいにやります。あさってはその日になってみないと分かんないまだ分かんない。夕方って18時頃とかそこら辺にできたらいいかな。早く寝てたいから明日はだってが本当に早いの。早く寝ないとまずい。うんなんで明日はちょっと早めにやります。あとそういう時755で言いますね。この後はちょっとエピする今日はまだ大丈夫だから。だって早起きなのあさってだから。明日別に早起きじゃないから大丈夫。うんいやちょっとゲーム練習しないとだからな。下手くそだからちょっとゲームして眠くなったら寝よう。今若干眠いからと思ってちょっとしかやんないけど後で何時そんな長くやんないちょっとだけやるぐらい。いいですかね。んあもう時間か。じゃあ明日は夕方ぐらいかな。早めにやって早めに終わる感じにしようかな明日。じゃああと20秒ぐらいで切れちゃうので、じゃあまた明日の配信で、明日配信する時間はまた7午後で、ちょっとギリギリになっちゃうかもだけど言いますねまた。じゃあありがとうございました。また明日の配信で、バイバイ。またね、おやすみなさい。また明日、バイバイ。おやすみ、またね、おやすみ。